ましょう。先行争いはマルゼンスキー4番ミホノブルボン、2番ミホノブルボン。最後方からのレースとなったミナリワン、大丈夫か？ちょっと苦しいけど大丈夫。ここからが彼女の実力の見せ所です。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続きました4番ミホノブルボン、早くも激しい競り合い、内から行く。5番ミホノブルボン、4番手には2番ミホノブルボン。ここまでが先頭集団。現在1番手はマルゼンスキー、続いて4番ミホノブルボン、3番手には5番ミホノブルボン。大手焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。ミナリワン前を狙っていると。さあ外から先頭を伺うのは4番ミホノブルボン、9番成田大臣、まだ抑えたままだ。最終コーナー先陣を切ったのはマルゼンスキー、栄光まで402番ミホノブルボン。食らいついていくマルゼンスキー、強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、先頭は依然マルゼンスキー。マルゼンスキー8色は衰えない。マルゼンスキーリードは2馬身、お見事マルゼンスキー。100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。やりましたマルゼンスキー、見事先頭でゴールを駆け抜け、ジェミニ杯を制しました。2着は2番ミホノブルボン、3着は